今回は、最高クラスの現役フォワードです。今までの中でも特に取り上げたい選手が多いです。未だに現役最高の選手も何人かいるので、見比べていきましょう。まずは、ジラルディーノ、指数はまずまずですが、普通 A が課題です。かなり若い状態での転生なら良さそうですが、攻撃が96なので、そんなに取らなくてもいいかもしれません。カメルーンのエトー、攻撃、フィジカルがかなり高レベルです。タクティクスが得意なものがないのが問題ですが、破壊力はすごいので、得点を量産してくれると思います。デルピエロ、攻撃能力が現役最高レベルで、意識も高く、長期型です。タクティクスは2ついいものがありますが、システムが良くない、トータルはすごくいいので、転生したらぜひ獲得したい選手です。ロビーニョ、攻撃能力はすごいですが、普通 A、システムの低さが問題です。若く転生したら獲得もありですが、無理してほしい選手とは言えないです。フォワード最高指数のイブラヒモビッチ、攻撃とフィジカルが素晴らしく、普通 B なのでかなりすごいことになりそうです。システムタクティクスが得意なものがなく、よくて C なので、そこがかなり課題です。ローマのトッチ、意識がやや低めなこと以外は、ほぼフォワードとしては弱点はありません。攻撃、フィジカルは最強クラス、システムタクティクスも問題なし、2段階成長でどうなるかというのはありますが、問題はほぼない感じがします。アドリアーノ、サカツクヨーロッパでは世界最強レベルでしたが、セブンでは、指数の割に色々いまいちになっています。早熟 B。攻撃の低さ、システムタクティクスもいまいち、こう見てみるとなぜ指数が高いのかわからないです。クレスポ、彼もちょっとなぜという指数です。普通 A、攻撃は100以下、システムタクティクスも低め、20代での転生なら多分取らない気がします。総合力で世界最強なのは彼な気がします。ルーニー、穴は全くありません。パーフェクトストライカーですね。システムタクティクスも得意なものがあるし、彼を軸にチームを編成したいなというレベルです。ルーニーよりは落ちますが、ベルバトフもいいです。守備や、タクティクス、意識が高くはないですが、長期型で、まずまずの能力なので、転生したら迷わず取るレベルだと思います。盤星型なので長持ちするであろうドログバ、フィジカルが良く、タクティクスと攻撃が今回の選手の中では低めなので、個人的にはなぜこの能力でこの指数の高さ?という選手です。現実的には好きな選手なんですけどね。アネルカ、攻撃はそんなに高くないですが、ファールが A、システムタクティクスが良いので、便利なフォワードになりそうです。最強クラブ育成なら物足りなさはありますが、ベンチにいたらすごく安定しそうです。フェルナンド、トーレス、早熟 B が問題ですね。それ以外はそんな大きな穴はないので、育成が上手い人向けの選手でしょうか。個人的にはちょっと敬遠しちゃいそうです。ファンペルシー、なぜこの指数?という能力です。うっすら守備が低めな以外は弱点はなし。個人的に指数を設定するなら、96以上にしたいくらいの能力です。テベスも良い選手です。大きな穴はなし。意識も高くシステムタクティクスも良し。攻撃もまずまず、指数の計算方法どうなっているんだろうかと。このあたりの選手を見て思いながらデータをまとめていました。ラウールこと、マウール、彼も大きな穴はないです。なぜこの指数なのか。シスタクにも穴はなく、ファールも A ですし、エースストライカーとして重宝するレベルです。フ
ほん、似てるスロイ、マウールと同じくらいの能力ですが、こちらは97の指数です。穴はあまりないので、転生したら確実に取りに行く選手でしょう。フリーズ、今回の選手の中では攻撃は2番目に低く、システムは全部 E という悲惨な能力です。長期型なので長く使えますが、フォワードに困ってなければ獲得はしないなっていうパラメータでした。ロッペンこと、オッペン、攻撃能力は最強クラスですが、普通 A システムタクティクスが低めです。攻撃は突き抜けそうなので、10台で転生していたら、即獲得かな。ジュリ、万聖 A で攻撃、フィジカルなども問題なく、かなり良いですが、守備能力が低いのと、右ウィングなので、そこが気になる人は腰が重いかもしれませんが、優秀なので欲しいレベルかなと思います。次はメッシです。攻撃能力は最高レベルですが、普通 A、守備、タクティクスがやや問題です。ドリブルが彼だけ特別で、もう一個上のランクがあったらよかったんでしょうけどね。同じクラブのビジェ、こちらは万聖 A で攻撃守備、フィジカル意識が問題なしです。タクティクスが弱いですが平均レベルなので、メッシよりグラフは良い気がします。次は、セレッソに燃えたフォルラン、攻撃能力はやや低く、タクティクスも低めですが、それ以外は割と良いです。転生したら獲得はしたいですが、攻撃95、これがかなりネックになりそうです。アグエロ、普通 A と意識がやや低いのが問題です。全体的に能力は高いのですが、普通 A がきついので、余裕があれば獲得するかなというくらいです。次はクリスティアーノ・ロナウドです。攻撃は最高の109、フィジカルも高めですが、普通 A で、怪我とファールが G、システムタクティクスは高くないので、難しさもあります。アデバヨール、攻撃はまずまず、システムは高いというところが良い点ですが、普通 A がやはりネックです。タクティクス練習があまりないので、細長い能力になりそうです。そしてベンゼマ、彼も普通 A ですね。レアルマドリードの選手は普通 A ばかりなので、16歳での転生を切に願うクラブでしょうか。ベンゼマはシステムがひどいので、そこが難しそうです。そして今回の選手の一覧表です。人数が多いので、2つに分けますね。個人的にダントツでルーニー、その後はデルピエロ、トッティ、ファンペルシー、マウール、この辺でした。クリスティアーノ・ロナウド、メッシもいいんですが、やっぱり普通 A がマイナスだなと思います。イブラヒモビッチはかなり良いですが、システムタクティクスが低いので、総合力で個人的ベストからは外しました。レジェンドの選手たちもまとめるのはいいですが、反響があればにもなりますし、そんなに現役選手より良い人となると限られているので、サカツクを知っている自分用のデータにはならないと思い、今のところはやる方向にはなっていません。今回はここで終了します。その後、選手の探索がスムーズになったので、まとめた効果はかなりありました。ご視聴ありがとうございました。